盛況でございます。今日はこの土曜日、八重洲与那原西原灰原この4カ所の地域を凱旋をさせていただきながら、皆様に下地力夫の考え方、そのことをお伝えをさせていただいております。どうぞよろしくお願い申し上げます。私たちにとってこの沖縄の未来というのは自分たちで描いていかなければなりません。つまり何を申し上げたいかといえば、私たちのやらなければいけないプロジェクトが、国がお金を出さないからこれができないんだ、国がお金をつけないからストップしてるんだ、こういうふうなものであってはいけないということだ。今与那原の地に来てます。この与那原の地はマイスのコーチとしてずっとこのマイスの着工に向けて、市町村長も沖縄県も頑張ってまいりました。しかしこのマイスに関して土地の購入の時から一括交付金が使える、使えない、そしてこのマイスの建設にあたってもこの一括交付金が使える、使えない、予算がつくか予算がつかないか、もう押し問答して、最終的に沖縄県は設計費用を自分たちで出し、そして進めようとしましたが、これが進められないことを受けて、この大手のゼネコンに5億円の賠償金を払う、まあ、こういうようなことになってしまったんです。私はこの姿を見てて思うんです。本当に自分たちというものがあるのかなって思うんです。考えてみてください。この私の応援のために来た大村知事、愛知県の知事でありますが、その人が今名古屋体育館を作っていますが、これすべてこの民間の資金、民間の企業、運営にも民間の力を借りる、そういうようなことをして、まさに今着工しているわけであります。今そういうようなことが日本中の自治体で進められている。なぜ沖縄でそれができないのか。国がお金を出さなかったら最終的にはストップしてしまう、この発想そのものが今の沖縄県の姿とそっくりだと思う。私は今申し上げている、国から幸せや元気は来ませんよって、もう一度言わせていただきますが、国から幸せや元気は来ませんよ。幸せや元気は私たちの沖縄の人が自らの力で作るんですよ、そういうふうな時代になってきましたよって申し上げてるんです。つまりこのマイスにおいても PFI を活用して自分たちでやればいい、自分たちで十分に採算が取れるような仕組みを作ればいい、それが当たり前のことじゃないかと思うんです。しかしもうその発想がなかなか前に進まず、いつまでたっても国のお金が、いつまでたっても国の了解が、そういうようなものが長く続いてます。さあ皆さん、この考え方でずっと沖縄をやっていくんでしょうか。皆さん、今度の知事選挙はこのことが問われているんです。このことが、このマイスを一点見ても、佐喜眞さんとデニーさんは国との協調の中で国の予算を活用してマイスを作るとおっしゃっている。私はPFI を活用して自分たちでこの沖縄でマイスを作ると私は話している。つまりもうこの違いが、
この知事選挙の違いそのものなんです。皆さん、今国に頼るそういうふうなことをしておれば、どん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 社会消費税が遅れ、沖縄はこの経済が賃貸化し、そのことによってまさに私たちのさまざまなこの生活環境が悪くなっていく。だからこの考え方、国に頼る考え方をしてたら、私たちはもう確実に経済は伸びない、所得は伸びない、子どもの貧困は増える、そしてこの児童虐待といったような本当にあってはならないような数字も増える、こういうような事態になるんです。皆さん、だから言ってるんです。もう国とそのまま国に頼りっぱなしの沖縄では本当の沖縄の幸せは作れませんよ。ここは一回国との関係を見直して、自分たちでやるんだというふうに政治の舵を切ったら、間違いなく全てのことがうまくいく、全てのことが出来上がってくる。それが私にはもう見えてる。そして私はもう準備できてるんです。準備できてる。これが今度の知事選挙の大きな争点になっているのではないでしょうか。皆さん、この普天間基地の辺野古の問題でも考えてみてください。国がこの普天間基地を辺野古に移す、この提案をしてから太田元知事と橋本元総理のこの認識の違い、電話はしたけど、電話は聞いたけど、太田知事は電話は来たけど、この代替案というんではなくて普天間を返還すると橋本さんは言ったという。橋本元総理はちゃんと私は代替地が必要だったと言ったという。このズレからこの26年間の今日に至っている。しかし沖縄側が何一つ変わってないのは、国から投げられたボールに賛成反対、この2つのジャッジしかこの件はしてないんであります。だからここまでこじれて、だからここまで県民同士が憎しみ合って、この普天間の賛成反対が政治の争点になり今に続いているんです。そしてそのことが沖縄の予算をカットさせ、軽減させ、このコロナの対策予算16兆円も2000億円もらう予定の沖縄が980億円しかもらえない、こういうようないじめに遭うようなことになり、全ての根幹がここにあるんです。この問題を解決しなくて、なんで次の沖縄の姿が描けるんでしょうか。ありがとうございます。描けないと思いますよ。私はそう思う。だから私はこの普天間基地の辺野古の移設問題を何が何でも解決する。ありがとうございます。解決してこの問題が沖縄の経済や沖縄の社会の構造に一切影響を及ぼさない、そういうふうなことを作るのが下地幹雄の仕事です。皆さん、それをやる。そして私たちは負けじまを提案して、今も具体的に動いてる。皆さん、これなんですよ。なんで今までの沖縄の県知事は提案しないんでしょうか。提案しないんでしょうか。そこが問題なんです。デニー知事は提案しましたか。反対ということは言ったけど、自分の提案でこういうやり方で国も私も妥協点を見出してやろうって、そんな話一つもしましたか。したりないですね。このオール沖縄を作った尾長武さん、彼がこのオール沖縄を作った時にマスコミに話したことが
腹六分ですよ。腹六分で我慢する。全部自分の考え方を押し通そうとはしない。腹六分目ぐらいでいいんですよと。あとの4割は向こうに譲るんですよ。それでオールオキラを作るんですよって本人がおっしゃってた。今この玉城県政でこのオールオキラの原点である腹六分目の考え方があるんでしょうか。私はないと思う。彼は全て裁判に投げる。皆さん裁判になる。なったら当事者同士はもう話はできないんですよ。だから官房長官が、総理大臣が、いいですか、沖縄の経済政策で陳情に来てもその場所で辺野古の話をしたらダメですよっておっしゃるんです。それは何でですか。裁判の者は、裁判をやってる者はもう当事者同士が話し合いをしていけないからこうなるんです。わかりますか。もう裁判をやるということは話し合いそのものを放棄しているんです。そこがもう今の混乱を作っている最大の要因になっています。皆さん、私はこの裁判を全て下ろします。全て下ろして、この私たちはもう話し合い、これをやってまいります。そして私はその前に条例を作り、この軟弱地盤ができない環境を作ってから、まさにこの国との協議に私たちは臨むんです。この条例を作らないままに国との協議に臨んだら、県民から見てもどっかでこの人たちは妥協するんじゃないかと思われてしまう。今県知事選挙で選ばれたら、その信頼を失ってはならない。玉城デニー知事のように一つもたりとも埋め立てはさせない、そう言っておきながら、埋め立てをされても責任は取らない。それではダメです。それではダメです。だから信頼を失わないように、まずは条例を作ってしっかりとこの諦める根拠を前提にしながら協議を進めていく。軟弱地盤を埋め立てできないような環境にしてから協議を進めていく。これがこの問題の交渉のあり方なんです。ノーズルで交渉したらダメですよ。ちゃんと槍や盾や全てを準備してから国との交渉には入る。これが当たり前のことです。今の県政はそれができない。それができないのは基地問題だけではない。全てにおいてこれができない。だからこのマイスの問題でも皆さん分かるように、提案ができないから動かないんです。皆さん、私が申し上げているこの新しい政治とは、新しい政治とは国に頼らない政治を新しい政治という。新しいリーダー像とは、新しいリーダー像とは提案をしていく、この提案力を新しいリーダーの私たちは姿にしていかなければいけない。新しい政策とは、新しい政策とは今まで誰もがやったことのないものをやらなければいけない。これが私たちの考えなんです。だから馬毛島も今まで誰もやったことがない、教育の無償化も今まで誰もやったことがない、この国に頼らない経済も誰も今まで行ったこともやったこともない、下地に今日の政治はやったことも行ったこともないものをやり遂げて新しい沖縄を作る。これが私の考え方です。皆さん、ゆっくり考えてくださいよ。ゆっくり。50年経ちましたよ。50年経った。皆さんの会社の売り上げは観光客が1000万人になっても
売上伸びてますか？売上伸びてますか？伸びてないんじゃないですか皆さん。2倍になってるんですよ、この県に来る人たちが。働く人も2倍になってるはずです。その人たちは車を買ったり、このスーパーに行って買い物したり、数が増えれば必ずこの経済は伸びることにならなければいけない。しかしそれがなってないんです。全てにおいてそこもまさに大きな私たちの課題となってしまった。つまりそれはザル経済です。私が申し上げたいのは、国に頼ってこの経済を作ってもらったら、それがザル経済になって結局は沖縄の企業に残らない。だからもう私たちはその考え方をやめて、全てにおいてこの新しい沖縄は沖縄ファーストになるんです。沖縄ファーストでやれば必ず皆さんの会社は売り上げ伸びます。皆さんの従業員は給料を高くできるような環境になります。考え方を変えるんです。国から沖縄へ、この考え方にスイッチをしなければ沖縄の未来はない。それを下地幹雄は今度の選挙で強く訴えてますね。皆さん、私が知事になればもうすぐにマイスもスタートします。この街は変わるでしょう、変わるでしょう。2年以内にもうスタートします。大きく外国人の方々が来て変わってくるでしょう。私の考え方は5万人規模のマイスですから、あのヨットハーバーから右の方のあの公園のところから、この金井家のスーパーのところからずっとこの反対側の方まで、全ての土地を使わないと国際級のマイスはできない。小さいものは作らない。だから A&W さんにも、この金井家のスーパーさんにも、みんなに西松屋さんにもお願いして、そして一回この計画の中にみんな入ってもらう、そういうようなものを作らなければダメなんです。沖縄は大きいのが作ることが苦手な人だとよく言われる。だから最終的には小さいものになり、これがなかなか大が小をこの使いする、そういうようなものにならないんです。皆さん、そういう意味でも私たちはこの今2万人規模に戻したものをもう一度5万人規模に戻して、世界中からこのイベントや世界中から音楽の祭典や世界中からスポーツの祭典がこの淀丸に来るように私はやるんです。もう国には頼らない。自分たちでやっていく、自分たちでできることは全て自分たちでやる、これが私たちのやらなければいけないことです。どうかその意味においても、大事なことは国に頼らないこと。国に頼ったらザル経済になる。ザル経済になったら皆さんの会社の売り上げも給料も上がらない。その流れをもう忘れてはならない。そこに大きなポイントがある。ありがとうございました。私たちはそこのところに本当の大きな大きなこの私たちの原点を見失わないようにしていかなければいけない、そのことを申し上げておきたいと思っています。皆さん、これからは主体的に動くんですよ。主体的に、そのことをこの場所では申し上げて、経済においても辺野古の問題においても全て主体的に提案をしていく、そんな政治をしていく、このことをお話して、この場所からの回答演説を終わります。ありがとうございました。下地幹雄でございました。ありがとうございました。主体的にね、提案をしていく、これが大事です。